こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日は雲台がこの3つここに並んでるわけなんですけども、一番皆さんからご覧いただいて左端になるのが、これがですね、スリックのプロ 500DX3 の雲台ということで、雲台の形式名としては SH806 というタイプで、今日お話しするテーマとしてはこのカメラを取り付ける部分ということなんですが、これはダブルナット式というスタイルですね。真ん中にあるのが、これがカーボンのライトカーボン E83 という三脚なんですが、カメラの取り付け方式はクイック収式ということで、こうすると見えますね、クイック収式。そして一番皆さんからご覧いただいて右側に来ているのがスリックマスター3の雲台ということで、これはやはりダブルナット式というタイプになります。それぞれですね、三脚を取り付けるのにネジで留めるタイプ、クイック収のタイプ、またネジで留めるタイプという3タイプになっているわけなんですが、ちょうどこれ出た年代順に並んでおります。スリックのマスター3の雲台なんですが、この大きさに変わったのは1971年、今から51年前ということでね、すっかりロングセラーという感じですが、もちろん金型は更新しているので当時のものそのものではないんですけども、もう構造とかは大きさはほぼそのままということですね。スリックマスターのこの雲台構造はダブルナット式ということで、カメラネジをしっかり締め付けるように考えたという構造なので、まずスリックのマスターの雲台からご紹介してまいりましょう。ところでこのスリックマスターの雲台、フリーターン雲台という形式、まあ今日のテーマで言うとカメラネジの取り付け方なのでダブルナット式ということになるわけなんですが、この形式自体スリックが初めて作ったのが1950年代ぐらいとされています。スリック株式会社組織として、発足したという年、まあ、正しくはスリックエレベーター三脚株式会社という名前だったんですけども、その時にあったマスターはニューマスターという名前で呼ばれてまして、そのニューマスターのパテントナンバーが3つありました。3つの特許を持てたということですね。3つじゃないの、4つだな、4つナンバー書いてるんですね。この本体周りに4つパテントナンバー書いたプレートが貼ってて、1つがこのスプリング入りのダブルナットのカメラネジということで、当時特許を取ったということなんですね。さてどういう構造かと言いますと、カメラネジってね、まずそもそもこの企画の話からですね、カメラネジってこの企画決まってまして、U4 分の1インチ20山という企画です。 U4 分の1インチ、 U っていうのはユニファイというんですけども、ネジ山のこの角度を表しているわけですね。 U 以外に W、Width というネジもあります。 U4 分の1で、4分の1インチというのがネジの太さを表してますね。インチネジなんです。何ミリなんですかって聞かれることがあるんですけども、これ 4.5 ミリぐらいの太さはあるんですけども、実際はこれはミリネジじゃなくてインチネジということなんですね。よく工具屋さんでこれに似たネジを探してなかなか見つからないということあるかもしれないんですが、これはインチのネジということでちょっと特殊なんです。そして、長さ方向なんですけども、角度が、この角度だったら見えるかな。はい。今、飛び出し量がね、これね、多少長めに出てると思うんですけども、本来は、これ規定は 4.5 ミリの長さと決まっています。そして、カメラ底のこのネジの深さがですね、5.5 ミリ。これも規格で決まってます。5.5 ミリと 4.5 ミリ、交差を考えると、このネジをねじ込んでいって、多少余って入るということを考えられているわけですね。ところがですね、この交差というのが意外といい加減だったりしまして、まあこちらはね、スリックの方は実は多少長めに作ってるんです。これダブルナット式の特徴を生かしているわけなんですけども、このね、上のネジを回すとネジが沈むという構造になってますから、これこう回していくとネジの長さが短くなるという構造をとってますから、できるだけ奥までネジを入れたいということを考えて、このダブルナットという考え方をしたわけですね。ところがカメラ側はこれね、5.5 ミリの規格なんですけども、規格よりも
これがですね、浅かったりするとカメラが雲台上で回ってしまう。昔のね、ポラロイドのカメラがそうだったんですね。ネジ山が浅かった。ダブルナット式だとね、長さ調整できたから締められたんですけども、雲台によっては雲台上でカメラがくるくる回っちゃったみたいなことがありましたね。さて、実際取り付けていこうというわけなんですが、これね、スプリングが入ってるというのが特徴なんですが、スプリングで常にカメラネジが上の方向に力がかかってますから、このままネジを横方向に回していくだけで、このカメラの方にネジが入っていくということで、非常に取り付け簡単なんです。当時特許だったんですけども、まあ50年ぐらい前の話ですから、すでに特許は切れてるというものなんですけども、こうしてしっかり固定ができるということなんですね。一方でクイックシュー式ということで、スリックは世界に先駆けてクイックシュー出してた会社ではあるんですね。1967年と言いますから、創業者の白石貴俊さんが初めて三脚を作った1948年から19年後ということになるわけなんですけども、最初のクイックシューはカメラアダプター式、丸いのをつけてねじ込んで落とし込むといったスタイルだったんですが、ここにありますのは、今のライトカーボン E83、 雲台の形式はエイブル 300DX 型ということで、このクイックシューは1996年に企画を決めたというもので、スリックオリジナルの企画です。で、当時エイブル 300DX は世界戦略製品ということで、この三脚で世界を征服するんだなんてやってたわけなんですけども、まあ非常によく売れた三脚で、ただね、ヨーロッパとかアメリカ市場ではダブルナット式では受け入れられないということで、クイックシュー式を採用したという経緯がありますね。こういった板型のもので、締め付けやすいように蝶ネジがついています。クイックシューでもね、コインが必要っていったものも、まあ実はスリックでも今でもあったりはしますけど、まあこの蝶ネジがついてるだけで簡単に締め付けができて便利だなということになりますね。で、これね、ダブルナット式にはクイックシューの場合ならなくって、まあ昔無理くりダブルナットのクイックシューを作ってたメーカーもありましたけども、このタイプだとどうしてもネジの長さが 4.5 ミリという規定がこのようにあるということと、ダブルナットのようにネジを引き込んで固定するというスタイルではないので、比較的雲台とクイックシューの間の固定力は弱めです。強くはないんですね。これね、六角レンチとかでギュッと締めるということをしている会社さんもありますけども、あれは考え方次第で、まあカメラ底とネジの間を痛めるという可能性がゼロではないので、スリックではこの六角レンチあんまり積極的には採用してないといった感じになっていますね。まあこういった具合でワンタッチで固定ができるというのがクイックシュー式のメリットというところですね。そしてこれがプロ 500DX3 で採用している SH806N 型という、このタイプのダブルナット式ということで、これはですね、スプリングが入っていないタイプということなんですね。シンプルな構造ということと、高さが低くできるというところがスプリングが入ってないメリットというのがあります。まあその代わり、この締め付けるときにこの銀のネジを下から押し上げるようにして締め付けるということで、スプリング入りに対して多少劣るところはゼロではなかったりしますね。まあでもこうやってつまみやすいギザギザの形状をしています。そしてこの SH806N 型のこのダブルナットの特徴としては、この上の方のカメラを下の方に引っ張り下げる力を果たすというね、このダブルナットの上の方のネジ、これ下げとかなきゃいけなかった。これを下げておいて、入るところまでこちら銀の方に回していくということなんですけども、今入りましたね。ここまで回してまだグラグラしてます。これを締めるのが最後、この黒いネジなんですけども、これでかなりしっかり固定ができるということで、力が入りやすい、径が大きいというところがポイントですね。まあこれが新しいタイプのダブルナット式の雲台ということで、こういったスタイルでですね、お使いいただくと、まあカメラがしっかり固定されるということなんです。
まあ、このね、カメラレンズの長さって 4.5 ミリぐらいということで、まあ、よく問題になるのがね、このカメラをつけたままこう運ぶということをされる方おられるんですけど、4.5 ミリしかカメラの中に埋まってません。で、まあ、鉄のネジだったりはするんですけども、まあ、真鍮のものもあったりしますけどね。こういうことで重量機材を支えると、ネジが飛んでしまう。つまり、ネジが折れてしまうということがゼロではないんです。やっぱりね、危険回避のために、基本は移動されるときは、雲台からカメラを外す。安全のためにお願いしていることですね。まあ、この付け外しがしやすいということが、新しいタイプのダブルナット式のこの径が大きいタイプの特徴ということで、ぜひ今ご紹介したように移動の際は、特に長い距離歩く場合は外されるようにお願いいたします。ということで今日はスリックのダブルナット式とクイックフィシュー式ということで3つの雲台ご紹介いたしました。